大体分かってきた。お、マジ早くも。やめてよ、ここでもう完璧にやられちゃったら俺のこの3年間は何だったんだってなっちゃう。俺の1日に及ばんから。やめてよ。いや、今日は久しぶりに研ぎます。何をどう？ナタとこの鎌ノコギリとかはね、研ぎたいんだけど研いだことなくて、しかも多分それ用の研ぐあれが多分あるんだろうね、ギザギザのやつって。だとりあえず今研げるのこの2つしかなかったから、ちょっとこれをこの鎌とこのナタをちょっと研いでいきたい。どうなんだろうな、現時点で弟のやり方でね、ちょっと一旦これで割ってみると、キラキラいいな。そうだね、うん、悪いね。まあ、あんまよろしくはないね、確かに。どう変わるか。で、今回あらかじめね、一応この砥石1日前、2日ぐらい何だかんだで経ったかぐらい前から水につけといたんで、まあ前やった時よりもそこら辺の条件はちゃんとクリアしてるんでね、クリアパウダーを取ります。というわけで研いでいきます。早速ですが、これは研ぐのは素手の方が安全というかやりやすいんで、ね、溶場の中か、これって。ちょっと水道がね、ここないからね、そこがちょっとやりづらいところであって、ね、うまく濡らしながらやんないと。まあ軽く研いだ感じだけど、研いだ先はちょっとテカってる、このほんと先の部分だけど。ほんと久々に研ぐよ、楽しい。まあ研ぐのはね、その嫌いじゃなかったからね、ほんと。これでサボっとったんだろう。どうせ無駄にすごい研いで。割とでもどっちかっていうと手短に済ませちゃうことの方が多かったかな。もうでよくもっとちゃんと研ぐ、そう研ぎなさいっつってマネージャーに怒られた記憶がありますね。これをじゃあマネージャーが見たらちょっと怒られちゃうかもしんないね。なんて言われるかわかんないけど。今ね、軽く研いだんですけど、これが研いでない面、うん、で、研いだ面が今こんな感じだよね。ああ、確かに、まあ、研いだ先はちゃんと綺麗な、ここはちょっとあれだよね、あんま研がれてないのかな。サビがすげえ砥石につく、なりやすい。逆側もうね、そう、俺左利きだから俺はこっち側の方がこうやってできるからやりやすいんだよ。右の人はこれこうやるからさ、こっち側の方がやりやすいんだけど、逆側のやるときはもうこれ逆さまにこうしてやるしかない。この仕事だけは唯一いとこができるし、まあ、率先してやらんけど。やっぱやった側とやってない側とじゃ全然違うね。じゃあ次は千番台でね、削っていきます。
コーン研ぐっていうのは疲れる。そうだね、やっぱ慣れてないうちは疲れる。で、久しぶりにやった今も疲れる。でも鮮魚行った時もそうだったけど、自分でこう研いで実際にこう切れるようになるとすごい嬉しいんだよね。でもしうまく研げてない時は逆に切りづらく、そう切りづらくなったりするから、畜生っつって。じゃあ次3000番台で。まあでも現時点でもほら最初に比べたらだいぶ綺麗だよね。1000番台までねかけただけだけど、全然最初に比べたら違う。うん、違うね。いいよね、やっぱ細かくすればするほど綺麗にね、もうツルツルになってくから、それもまた気持ちいいよね。研いでるっていう感覚ある？どうなんだろうな、まあ、あるっちゃあるけど、ないっちゃないんだよな。なんか、うまく研げてないときはなんかもうザザザザって引っかかる感じがするっていうか、うまくここを、そうそうそう、ちゃんと当てれてないっていうと、ここがガタついてるとね、どうしても変な風になっちゃうから、うまくこう刃先というか刃を当ててこう研いであげないと。難しいね。そうだね、難しいね。でもこれだけは任せられん。まあ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 、そうですね。まあでも逆に、まあでもみんなならちょっとやればすぐできちゃうだろうから、まあ、あえてこれはもう教えずに、自分、そう、やらせんように自分のね、もう担当の一つとしてあえてね、ちゃんと毎週ドバンクじゃないしっかりね。そうや、だって、まあ、鮮魚行った時は毎日研いでたからね、うん、それくらい道具のあれが大事ってことですよね。でもだいぶ綺麗にはなってきたと思うけどね。あとこの後ろで最後だね。最後白い8000番一気に上がってね、3000から8000。それがとどめか。そうだね、とどめ。よし、じゃあ完成。うん、だいぶ歯がついた感じするよ。最初よりしっかりなんかこう指紋にこう歯が絡みついてくる感じっていうか、なんかそれあるんで、どうなんだろうね。変わってはいいけどね、さすがに変わってないとやばいんだね、さすがにね。そもそも自分のパワーがない、確かに。それもあるかもしれない。でも間違いなく多分さっきよりは歯が入ってるって気がするわ。本当に？うん。ほら。あ、本当だ。歯先触った感じ、まあ確実に歯は入ってると思うんだけどね。うん、まあまあまあ、でも、うん、割といいんじゃないか。うん、ちゃんとしてきてはいるかもしれない。まあ、うん。これ一番使う弟に見てもらう。それがそうだね、一番間ね。まあでも。刃先は、まあ、それは削ったからもちろんはもちろんだけど、すげえ綺麗になったね。じゃあそれは OK。 そうだね、これはとりあえず OK として、これじゃあ俺やってみようよ。お、やってみるよ。死神、違う、死神側だからちょっと難しいんじゃない、形的には。簡単だわ、いける。いいとこがむずいって言っとるだけで。ああ、まあ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 、そうね。じゃあ出して、汚れを取るとこから。ああそうだね、まあ、確かにまずね、刃先について汚れを。ここからちょっともう違うんじゃない
あれあれで、何番台だっけ。まずは、緑の方だね。400。うん。から、で、その場合逆だね。刃先が多分、こうか。そうだね。それがそっち側だから。ああ、でも右だとやりづらい側かもしれない。なんだよ。いや、こうだ。そうだね、そっち。ちゃんと。で、刃先をしっかり当てて、ついでに。ほんと、昔の、刀職人とかこうやってやったんだよ。確かに刀ってでもすごいね。刀をやるのはめっちゃ大変そう。俺は性格上ああいうギコギコやるのは好きじゃないから。ああなるほどね。しっかりと一回一回こう、これも性格が出るんじゃない。ああでも出るかもしれんね。確かに研ぎ方もなんか確かに人それぞれってそれぞれなんですよね。なんか俺その教わる人によって、うん、なんか押す時に力を入れるって言ってる先輩と引く時に力を入れるっていう先輩といたんで、だから結局どっちの先輩のもね、あの切れ味すごい良さそうだったから、結局どっちでもやり方がうまきゃ研げるってことなんだろうけど。音のこの微妙な音の違いを、そうだね、確かに音も割と重要かもね。研ぐ時音となんかその振動っていうか、その研いでる時に、うん、伝わってくる。だいたい分かってきた。お、マジ早くもやめてよ。ここでもう完璧にやられちゃったら俺のこの3連冠は何だったんだってなっちゃう。俺の1日に及ばんかった。やめてよ、怖いな。ちょっと多分これは、うん、ちゃんとそう、逆側は返し歯で、うん、逆側の刃やるときはさっとこう1、2回ずつさーっと上に押し上げる感じ。あのそうそう、そんぐらいでそう大丈夫なんだよ。今回の場合さっきの両刃ついとったけど片方しかこれ刃ついてないから、うん、そういうことか。そうそうそう、向こう側だけってこと。そう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 、こっちでしっかり研いで、そう、そっちをしっかり研いで、研いだ時に後ろにちょっと反った刃の部分を最後に逆側の1、2回ぐらい。もう完全に理解した。やばいよ、完全に理解しちゃった。それ多分、うん、この先っぽを、うんうん、特に気をつけると、うんうん、これは多分歯が、うん、なたほどさ熱くないから、うん、うんうん、やりすぎると、そうだね、それこそ多分波打つ感じの、あの、うん、ボコボコになっちゃうから。で多分これこそ力を入れすぎちゃダメなんです仕上げだから、うんうん、しっかり刃の気持ちになって。ああ、なるほど、刃の気持ちになって。でもほんとそれ大事だね、確かに。多分これ相当切れ味良くなったんじゃないか。お、あーでもかなり綺麗になってるね、確かに。あれもう役目。いや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 、ごめんか。いや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 、そんな、ごめんな。いやいや、そんなはずはないね。ちょっとこの切れ味だね。はいはいはい、切れ味だね。まあ、ちょうどこのよくわからんやつがいる。確かに。お、あれ切れますね。あれあれあれ、でも全然切れてるね。全然切れるな。あれあ、もう切れてる。あ、うん、切れてるね、ちゃんと。ほら、こういうちょっと
すごいですね。切れてる。ちゃんと切れてるぞ。あ、切れてる、切れてる、しっかり切れてますね。普通に。うん。あ、え、ほんと普通にプチって切れるじゃん。で、ほぼ刃も。あれ？しかも最初からこんな難易度が高いような変な形の刃のやつで。あれ？もうお役ごめん。いや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 。ちょっと。え？そんなことある？砥石もお役ごめんになっちゃった。いやいや、マジ？やっぱ感覚がね。違うんで。確かにこれは、うん、ちょっとやっぱ乾くと、うん、このツヤがわかるじゃん。ほら、光に当てると。あ、本当だ本当だ。うん。ほらこっちも。そうだね、ツヤが。やっぱこういうちょっと厚めのやつは研ぎがいがあるけど、うんうん、こういうのはなんか、そう薄いしね。薄さが、ほら、全然、うん、全然違うもんな。全然違うね。これちょっと研ぎがいがないのかもしれない。まあ、それはあると思う、マジで。あんまり、うん、でも実際ちゃんと切れてたからね。そう、言うて。あとちょっとこいつの試し切りを。試し切りをね。軽くでいいから。はいはいはい。これね。はい。お、あ、全然。あ、でも割といいか、いい感じ。ほら、あ、いいじゃん、いいじゃん、結構ちゃんと、うん。まあまあまあ、でも最初に比べたら、まあ最初、まあ、ねえ、俺別に力入れてないから。あ、本当？ちょんでやってるから。まあ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 、でも切れてはいるね。うん、こういうちょっと太めのさ、うん、草とかも。お、あ、切れるじゃん。スパッと切れる。あ、本当スパッと切れた、うん、これはもう一回。はい、うん、切れてない。はい。ああ、でも切れるね。こういう枝とか、あ、はい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 、枝とか。ほら、お、切れるじゃん。全然切れてる。本当だ。ここ切るぞ。はい。ほら、あ、でも全然切れますね。こんぐらいだったらなんと、ほら。本当だ。あ、余裕で。これはいいですね。ほら、ほんとだ。ちょっと久しぶりに研いだので不安でしたけど、割と、まあ、うまく、うん、研げたね。いったってことで、まあお役ごめんは免れたから。いや、ほんとによかった。まあでも分からんね、次、うん、まだ研いだ種類が違うからね。そうそうそう、今回次や、俺がやったらお役ごめん。お役ごめん、嫌だ、怖いな。磨いとかんとじゃない、腕を。いや、ほんとそうだね。ちょっとまたやっとかんとだね、うん、しっかりしっかりやって、もっと研げるようになっとかんと、マジでお役御免になりますね、これは。もう早くも。よし、じゃあね、そんなわけで無事、まあ、2人でね、うまく切れるように研ぐことができました。まあ、やっぱね、自分で研ぐと愛着も湧くというか、なんかもっと大事にしようって思えるし、定期的にこれからもこうやって研いで手入れはしっかりしていきたいですね。って感じで今日は、まあ、ここで帰りたいと思います。だいぶ暑くなってきちゃったんでね、帰ります。それじゃあお疲れ様でした。いやー、まあ今回は良かったな。お役御免は免れて成功だった。良かった。